世界一美しく優雅な踊りと称されるフラ。その本場ハワイのオアフ島でフラダンサーとして活躍する日本人女性がいます。ホノルルで行われたフラの大会でも優勝し、20年以上踊り続けてきた彼女ですが、いつかもうすぐかもしれないし、踊れなくなるのがもう目に見えてるので、ここまで悪化してると。背骨の病気を患い、いつ歩けなくなってもおかしくない状態なのです。そんな娘を心配する日本の母は、もう本人が本当に無理だと思ったら決めると思うんですね。でも一応来年にはちょっと、考えてほしいなと思ってます。病気を患いながらもフラに人生を捧げる娘に、母が届ける思いとは。この番組はパワーウィズハート、関西電力の提供でお送りします。ハワイ・オアフ島でフラダンサーとして奮闘する由美子さんに両親の思いを届ける旅は、距離にしておよそ6300キロ、7時間。オアフ島ホノルル、一年中安定した温暖な気候で世界中から観光客が集まる、言わずと知れたハワイを代表するリゾート地です。映像見てだけで幸せなのは、街の中心から車で10分ほどのところにある由美子さんの自宅を訪ねました。うわ、いいとこじゃないですか。あ、こんにちは。はい、あ、お世話になります。はじめまして。自宅で待ち合わせですか？あ、そうですね、こちらになります。自宅ですか？あ、そうなんです。はい、なんかホテルかビルか。あ、そうですか。はい、はい、そうですね。はい、Very nice to meet you. Konnichiwa. あ、私の主人のジョンです。ジョン？はい。すごいですね。由美子さんの自宅はホノルル市街が見渡せる48階のペントハウス。ご主人のジョンさんはホノルル市内にいくつか物件を持つ不動産業者。息子のデビット君はカリフォルニアの大学に通っているので、現在ご主人と2人暮らしです。由美子さんは普段ワイキキ最古の格式あるホテルモアナサーフライダーでのフラショーに出演していますが、3月中旬から新型コロナウイルスの影響で全てのレストランのショーが中止になってしまいました。観光客が来ませんから。この頃ハワイでは観光客が激減、経済活動がほとんどストップしてしまったのです。そんな状況の中、由美子さんはホノルルの中心地にあるホテルへ。ここのウェルカムフラショーにこれから出ます。はい、ね、ありがたいですね。みんなエンターテインメントはキャンセルになってるのに、まだここは続けてくれてるので。由美子さんは週に一度このホテルでお客さんを迎えるフラショーを任されています。Out there.
フラで最も大切なのは表現力。ハンドモーションと呼ばれる手の仕草には全て意味があります。分かりやすいもの、こうお花。こちらはヤシの木。これは家。フラはかつて文字がなかった時代に物語を後世に伝えるための手段でした。歌詞の内容を手の仕草や顔の表情などを駆使して表現しているのです。素敵だな。フラショーは2時間、由美子さんは休みなく踊り続けました。2時間、なんか膝もちょっとあれなので、今日はちょっとサポーターを優雅に踊って張りますけど、膝を曲げてこう 中腰っていうんですか、中腰でもう常に踊ってる感じです。はい、顔は笑顔ですけど体はボロボロみたいな今はプロのフラダンサーとして活躍する由美子さんですが、フラを始めた動機は純粋なものではなかったといいます。まあ、とにかく満員電車にいるときに、あ、私ここに一生いちゃいけないって思ったんですね。日本から外に出たかった。母が日本でフラを当時習っていて、まあ海外に出る言い訳として本場でフラが習いたいって言ったら、こうすんなり出してくれるんじゃないかなと思って。はい、言い訳に使わせていただきました。言い訳に、はい、フラって何みたいな最初は全く興味がなかったものの、学び始めるとフラの神秘的な力にどんどん魅了されていったといいます。で、先生と2人で、まあ、森に入ってちゃんと唱えて、こう花を摘んだりとか、もうちゃんと唱えてるともう自然に涙が流れてくる、すごくスピリチュアルなもので、もうそこからハマりました以来フラにのめり込み、稽古に明け暮れた由美子さん、なんとたった2年で本場の大会で優勝するという結果を残したのです。すごいな。この日由美子さんがやってきたのは町外れにある生地屋さん。うわー、たまらんな、ここすごいですね。ここまでこう大きいところはあんまりないですね。あ、こんにちはよろしくお願いします。いちごすいません、あ、いえいえそう、ちょっと体型が変わってきてしまっていつも私 のドレスを直していただいてる92歳のハワイのママですババいや、ババじゃない由美子さんのフラの衣装は全て小西さんにオーダーメイドで作ってもらっています。素晴らしい。ちょっと腰が、片っぽの腰が高くて、いつもこう丈を、長さを調整してもらったりとか、そうなんです、体の歪みに合わせてちょっとこう調整をしてもらってます。最高のモデルさん。いやいやいや、まあ、バストウエスト、はい、実は体に大きな問題を抱えている由美子さん、フラを続けるために整体院に通っています。頭です。どうですか、足は。やっぱり下の方が、よくこれで踊れてますね、今ね、はい、頑張ってますよね。頑張ってます、ね、それぐらい、うん、足にしびれとか今ないですか。今のとこないんですけど、由美子さん、背骨が S 字に曲がる重度の脊椎側弯症という持病を患っています。いや、これ以上進行すると最悪歩けなくなってしまう可能性もあるといいます。背骨自身が相当曲がってるので、やっぱこうまっすぐに体を保つこと自体がちょっともう難しい状態なんですよ。上から下まで背骨を全部こうピンで止めなきゃいけない、止めてまっすぐにしなきゃいけないって言うんですけど、それをやったら絶対背骨って動かないので、
まあ、それを今しないようにしながら痛みをこううまくごまかしながら今踊りを続けている状態なんですね。すごい調査。いつかもうすぐかもしれないし、踊れなくなるのがもう目に見えてるので、ここまで悪化してると。パワービズハート。ただいま。スイッチを押す。明かりがつく。それは普段は気にも留めない当たり前のこと。でもその当たり前のことが家族の幸せを照らしている。その当たり前がずっと当たり前であるために、パワービズハート関西電力。パワービズハート。どうもミルクボーイです。うちのおかんがね、うん、電気とガスをまとめて得したんやけど、うん、その名前を忘れたらしいよな。関西電力の納得パックやないかい。電気代が下がってガス代も下がるんやから。しかも手続きも簡単やったらしい、うん、だから納得パックやないかい。納得パックはスマホで簡単楽して得したいという人間の煩悩をくすぐるメニューなのよ。楽して得しよう。ガスの基本料金2ヶ月分無料。納得パックで検索。僕たち親友、テストの点も同じ。でも間違ってるとこは違う。だからドリルが違う。ここまで個別ちゃんとわかる。あ、進んでる。真剣ゼミ小学講座。さすが。今だけ。今年は朝プー午後プー。朝10時から空いてるうちに遊び倒す。朝プー15時からお安く得した気分午後プー。朝プー午後プーで混雑回避。あなたは何プー？スパーワールド。背骨が S 字に曲がる重度の脊椎側弯症を患っている由美子さん。いつかもうすぐかもしれないし、踊れなくなるのがもう目に見えてるので、ここまで悪化してると踊れる限り踊りたいなっていう。歩けなくなる前に手術をしなければいけない。しかし手術をすれば腰が曲がらなくなるかもしれない。長年その葛藤と戦いながらフラに人生を捧げてきたのです。その道のりは決して平坦なものではありませんでした。26歳でアメリカ人男性と結婚。しかし夫婦のすれ違いが原因で離婚しました。自分が離婚するっていうのも全く思ってなかったし、で急に、ね、息子にお父さんがいなくなっちゃったっていう負い目というか、すごく責任を感じてましたね。もしもし。現在カリフォルニアの大学に通っている息子のデビッドさん。お母さんと二人で暮らしていた当時のことを聞いてみました。お母さんにはもうすごいいつも働いてるから、できるだけお家をきれいにしたかったみたいなことなんだった。やっぱり僕のことを考えて、いろんな勉強のプログラムとか水泳部に入れさせて、そういうなんかお母さんはお家にいないからどうにか勉強をしてみたいな、まあそういう苦労をしてたから、お母さんはやっぱ強いし僕のことを考えてた。僕は一番だったから。なんで泣いてるのか。No。あ、でもデビがいたから、頑張れたから。
いや頑張ってね今でも。うん頑張る。泣かないでね。うんありがとう。OK。はい。じゃあまたね。生計を立てるため寝る間も惜しんで仕事に明け暮れる毎日。しかしフラには携わっていたいと週に一度だけレストランのショーで踊っていました。そんな時運命の出会いが訪れたのです。まあここで、今の主人と知り合いました。あ、そうだね。はい。パワービズハート。蒸気機関車が走る頃から今も動き続ける発電所があります。それは手間暇かけて整備を行い、時を迎えた部品を一つ一つ交換してきた安全最優先の歴史です。その精神を火力、原子力、水力など全ての発電所に受け継ぎ、これからも安全を積み重ねていきます。関西電力。パワービズハート。パワーもご飯だよ。食べへんの？どうした？おかゆ作ってあげるね。おかゆ？息子の初めての料理は思ってたより早く作られた。私が食べられなかったのがちょっと残念だけど。家族を思う暮らしの中に関西電力のオール電化。頼れる EK。 父は週末キャンプに出かける。好きな道具を積み込んで。いい顔してんな。三菱 EK クロススペース始まる。と誰もが不安な夏だから名校の個別指導。名校義塾。オーソムヨギボー。私たちは信じている。焼肉には人を元気にする魔法がある。今こそ焼肉は元気の魔法キャンペーン。十分な準備をしてお迎えいたします。牛角。シングルマザーとして生計を立てるためレストランで踊っていた由美子さん。まあここで、今の主人と知り合いました。あ、そうだね。はい。ジョンさんとの運命的な出会いを経て4年前に再婚。フラを続けていたことで幸せな人生に導かれたと由美子さんは言います。主人があんまり野菜が好きじゃないのでこういう風にして取るようにしてます。 That's how I get my vegetables. こうやってベジタブルを取ってます。 You eat the green with your green juice. グリーンジュース。乾杯。乾杯。乾杯。いただきます。いただきます。あ、真央ちゃんが一気に just walked into Hula Grill and it was a pretty quiet night. I saw her and first thing I thought of was beautiful dancer. And when I left that night I put her, or when I did get her phone number later on, I put her in my phone as beautiful dancer. It hasn't really been a big worry until maybe the last couple of years. Yeah. I think it's been bothering her more. So, yeah, we have to make a decision about what to do about that. Aloha! Hi! Hi. 由美子さんはプロのダンサーになった今でも週に一度フラのレッスンを受けています。師匠のチンキーさんはフラのオリンピックといわれるメリーモナーク競技会で何度も優勝をしているハワイでも権威ある先生です。It's more of just motions, hand motions, because there is an energy, what we call mana, yeah,
that we feel as we're dancing. So hula is life. It has to be a part of you. やっぱり終わりはないので、フラの学びは深くて、はい、手術が成功するかもわからないし、もしかしたら車椅子になってしまうかもしれないんですけど、フラって車椅子のでも踊れるんですよ、こう表情とハンドモーションで。なので、まあ、続けられる限り続けていきたいなとは思ってるんですけれども。よくね、いろいろ撮っていただいたんですね。ね、もう笑顔で、もう本当にこう見てるだけでもうこっちがハッピーになる。あ、そうですか。その、よっぽどフラが、あのね、自分のあれに合ってたんでしょうね。フラのおかげであれだけ明るくできるし、だからよっぽどこうハワイが合ってるんでしょうね。その背骨のこととか、うんうん、まあ、そういうのはもちろん、ね、うん、お父さんもお母さんもご存知ですよね。日本に来た時にもうなんか手術するしないっていう形で大学病院なんか行って見てもらったりなんかしてるみたいで、うん、なかなか踏ん切りがつかないんじゃないんですか、うん、やるかやらないか。やはりあの体のことを思ったりなんかすると、はい、なんか変化しても構わないんじゃないかなってっていう感じはしてるんですね、うん、旦那さんがあの不動産の資格を取って、だから私も勉強して取ってみようかしらっていう話も私にしてくれたんで、うん、その方がいいかも分かんないよと、うん、体を考えればね、うん、なるほどね。How are you? Okay. Hi. How's your job? I lost all my jobs. Oh my goodness. All the restaurants closed. 来週から結構日本の春休みでフラレッスンの予約が入ってたんですけれども、それが全部日本からのお客様全部キャンセルになったので。新型コロナウイルスの影響でレッスンがキャンセルになったお客さんに向けてフラの動画を撮影し届けることにしたのです。There's a feeling deep in my heart stabbing at me just like a dogOf a place beside the sea. Waikiki. 最初は母の影響で何気なく始めたフラでしたが、以後ずっと由美子さんの人生を導いてくれました。I miss the magic about you.体が動く限り踊り続けたいと願う由美子さんに日本のお母さんから届け物です。ありがとうございます。こちらです。あー、なんだろう。入れてる。この後10時55分からは旅プラ。源氏ボタルです。パワービズハート。うちのおかんがね、うん、電気とガスをまとめて得したんやけど、うん、その名前を忘れたらしいよな。関西電力の納得パックやないかい。電気代が下がってガス代も下がるんやから。しかも手続きも簡単やったらしい、うん、だから納得パックやないかい。納得パックはスマホで簡単楽して得したいという人間の煩悩をくすぐるメニューなのよ。楽して得しよう。ガスの基本料金2ヶ月分無料。納得パックで検索。アンドパッドがない現場とアンドパッドがある現場、職人さんは施主さんはどちらがいいでしょうか。アンドパッド。現場の非効率を IT で解消、施工管理アプリアンドパッド。無比
かいい無比どこそれ写真だってばかいい無比はひょー液体無比 DMM 英会話で発音の練習しろポテトポテトトマトトメト卵タメゴエッグだろ何がタメゴだよ DMMA 会話靴下の岡本一日中脱げないココピタ走っても脱げない階段でも脱げないしゃがんでもすごいこの字型の滑り止めでかかとをしっかりつかむ脱げないココピタメンズもあります。夏グランピング淡路島南紀白浜天の橋立人気施設を一挙大公開。この夏もグランピングが続々オープン。予約ならリゾグラグランピングで検索。丸亀製麺は全ての店で粉から作る作り置きせずいつも出来たて冷たい水でキュッと締めればもっちもち夏も丸亀製麺お得なセットお持ち帰りもありがとうございます。こちらです。なんだろう。ああ、わかりました。プイリです。多分母が習ってた時に使ってたプイリですかね。プラの楽器なんですけれども。届け物はお母さんが長年愛用していたフラの楽器プイリ。添えられていた手紙にはこう綴られていました。裸足で踊るフラは少しずつ体の負担になったのでしょうね。長男を出産するときは無事に生まれてくるのか心配しました。もう22歳となりました。あなたがフラを習い始めの頃、満面の笑顔で青空に向かって打ち鳴らすプイリ、本当に素敵でした。これからは自分の体のことを考えて無理せず楽しみの一つとしてください。で、私のフラの原点は本当に母が、もう母がいなかったら今の私はここにいないので、それを考えるとすごい不思議ですけれども、やっぱりいつかハワイの青空の下で母とフラが踊りたいなって。 Yes, so this is Puili made with bamboo.あの手紙にもありましたけども、はい、やっぱり好きなものの一つとしてっていうね、はいはい、そこまでもう本気で力入れすぎずに、もういいと思うんですね、うん、そんな中お母さんといつか踊りたいという夢があるみたいですけど、それに関してはお母さんどうですか。もうちょっとやめてからだいぶ経ってますのでね、はあ、青空の下で、そうですね、ね、親子共演、はい、ね、はい、Thank you for watching Hawaii Hula TV. Mahalo